いつでもどうぞ。はい。お前が生きてきたその何十年間の中で、涙あり笑いあり、よっこらしょっと、またるてか。十分なほどの単語言い回し、例えて言うならとかとかとか、口がうまくなりました。くったり、ぶつかること避けて調子乗ってるあいつの調子に合わせたら風邪ひいたよ。誰のせい？